2021年東京都議会議員選挙は2021年7月4日に施行された東京都議会の議員を選出する一般選挙である。4年前の前回の都議選で小池由里子都知事が率いて退場し都議会第一党となった地域政党都民ファーストの会の象徴や公明党との協力関係を復活させた自民党が 都議会第一党と自公で過半数の議席を獲得できるかが焦点となった。また、共闘体制を構築し一部の選挙区で候補者調整に成功した共産党と立憲民主党がどこまで議席を伸ばせるかも注目された。主な争点として、新型コロナウイルス感染症や東京五輪、パラリンピックへの対応、新型コロナウイルス流行の収束をも視野に入れた。 経済対策が挙げられた。告示直前に閉会した第204回国会で公職選挙法の特例法として成立した特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が6月23日から施行されたことにより新型コロナウイルス感染症療養者らが郵便投票できる制度が全国で初めて適用された選挙となった。 一部の自治体では、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場と同じ建物に投票所が設けられ、期日前投票とワクチン接種が同時並行で行われた。議員定数都民ファーストの改善会は強烈な、小池旋風に乗って55議席を獲得し、都議会第一党の座をつかんだ都民ファーストだが、今回は前回の50人より3人。 少ない47人の公認となった。都議選告示日、都民ファーストの会の荒木千春代表は、小池氏に代表に復帰してもらい、全面支援を得たい考えを明かした。ただ、小池氏は、都民ファ候補に応援メッセージを送るなどにとどめて、特定政党の支援を明言しなかった。自民党、公明党自民党は、小池旋風の前に過去最低の23議席と、 歴史的惨敗を喫した前回の60人と同数の候補者を擁立した。前回、公明党は長年続いてきた自公連携を見直し、都民ファーストの会との選挙協力を行い選挙戦に挑んだが、今回の都議選では自民党と選挙協力をすると発表。今回は全42選挙区のうち公明の公認候補が出馬しない21選挙区で公明が 自民の候補を応援する見通しとなった。共産党、立憲民主党前年の都知事選で統一候補を擁立した共産党と立憲民主党は今回の都議選でも1、2人区を中心に候補者を一本化できるよう調整した。その他の政党日本維新の会は13人を擁立。他党との選挙協力は基本的に行わないとした。 令和新選組の山本太郎代表は、とにかく数を立てようという戦略には立っていないと説明し、少数精鋭で議席獲得を目指すとして3人の候補者の擁立に留めた。嵐の党は、公認2人、推薦3人の候補を擁立。また、党首の立花隆氏は、都民ファーストの解散は、非常に優秀な方が多いと候補者らの資質を高く、会、都民ファーストの会に、 国政政党である自党への参画を呼びかけた。選挙前の格闘議席数は、都民45、自民25、公明23、共産18、立、民運8、維新1、ネット1、無所属5。各会派等の構成6月25日に告示され、42選挙区、定数127に対し、平成以降最多の271人が立候補。 前回の259人から12人増。また、女性として届け出た人数は、前回の65人を上回る74人で過去、最多を更新した。立候補者数が、最も多かった、選挙区は、世田谷区の18人となった。葛飾区選挙区では、定数4に対し13人が立候補したことで、定数3以上の選挙区では最も倍率が高い3二5倍となった。 東京スポーツは、この候補者乱立の要因を11月の同区議選の前哨戦になっている背景があるためとの見方を示した。都議選立候補予定者に対する NHK のアンケート調査では、新型コロナウイルスの対策、対応や小池知事の評価、東京オリンピック・パラリンピックのあり方、少子高齢化の対策など福祉政策などが、今回の最大の争点として挙げられた。 主な争点に対する政党の市政新型コロナウイルス対策として都内に発令されていた緊急事態宣言が20日をもって解除され21日から23区と一部を除く多摩地域でまん延防止等重点措置に移行。新型コロナウイルスの影響の中様々な制約を迫られた選挙戦となった。各党の党首も候補の応援に出たが 菅義偉自民党総裁だけは、該当での応援に立たなかった。小池都知事が告示直前に、過労で入院した後、各種情勢調査で、都民ファーストの支持が増える現象が見られた。そんな中、一週間ほど入院し6月30日に、退院していた小池は、選挙戦最終日になって、突如、都民ファースト候補者の支援に入り注目を、さらってみせた。 カツシカク選挙区では、都議選の4ヶ月後に行われる、同区議選を見据えて、諸派、無所属候補らが知名度浸透を兼ねた運動を展開した。7月4日、投票、即日開票された。投票率は42.39%と、前回より8.89ポイント低下。過去最低だった1997年の40.80%に、 ついで2番目に低い投票率となった。小平市選挙区は無投票。都議選で無投票当選が生じたのは1963年の八王子市選挙区以来58年ぶりとなった。都民ファーストの会は改選前の45議席から31議席まで減らし33議席を獲得した自民党が都議会第一党を奪還したが、 目標としていた自公両党での過半数には達せず自民党の獲得議席は38議席を獲得した2009年東京都議会議員選挙を下回り過去2番目に少ない結果となった前回都民ファーストの会と組んだ公明党が今回自民党との選挙協力を復活させたこともあり自民党内では選挙戦当初から前回23議席の倍増は 課題との楽観論も飛び交っていたが、選挙戦最終日には過労を理由に入院していた小池が都民ファーストの会の候補を激励。都民ファーストの会は一陸で3議席を獲得するなど最終盤で追い上げた。立憲民主党と共産党は今回1から2陸を中心に候補者の住み分けを行い、立憲民主党は改選前の8議席から上積みして15議席に、 達した。現有議席数と同じ23人を擁立した、公明党は8回連続の全員当選を果たした。自民党とみに F 公明党共産党、立憲民主党維新の会生活者ネット無所属、自民党、公明党自民党の菅義偉総裁は目標に、掲げた自民、公明両党合わせての過半数に届かなかったことについて、謙虚に受け止めたいとの認識を示した。 自民関係者は、今回の不審の原因を、五輪開催による新型コロナウイルス感染拡大への不安や、ワクチン供給不足が響いたと分析した。トレン関係者は、小池が投票日前日の7月3日に突如都民ファーストの会の応援に入ったことについて、完全に約束違反。やられたよと述べ、応援するなら、自民、公明両党の候補者も平等にしてほしいと、 二階幹事長らから、お願いしてきたのに、と内幕を明かした。全員当選を果たした、公明党の山口夏男代表は、コロナの感染状況の中で全員当選を果たす、ことができた。まさに奇跡的とも思える結果だと述べた。都民ファーストの会、第二党となった都民ファーストの会の荒吉春代表は、第一党を譲り渡し、責任を感じている。 命がけで浸透を図ったが、まだまだ足りなかったと述べた。共産党、立憲民主党前回、前々回に続く慎重ぶりの議席数を得た、共産党は、都議選での立憲民主党との共闘を、両党にとっての成果と捉え、次期衆院選で森津民との選挙協力を目指す、考えを示した。立憲民主党都連の長妻明会長は、現有議席から、 大幅に議席を増やした結果に議席を伸ばして都議会で役割を果たせる最低限の人立てができたと一定の評価を示した。一方で立憲民主党の獲得議席数は都民ファーストの会や共産党を下回り都議会第5党に止まった。党代表の枝野幸男は自民党に代わる選択肢は我々しかないんだということが十分に届きききっていない選挙になって しまったと反省の弁を述べた。また、立民幹部は、都議選全体を総括して、都議選は、勝者なき選挙で終わったとの見方を示した。その他の政党一議席に止まった日本維新の会では、松井一郎代表が、やはり東京は厳しい。コロナで組織がなく、伝わりにくかったと述べ、議席を獲得できなかった、国民民主党の玉木雄一郎代表は、 結果は大変厳しく厳粛に受け止めていると述べた。同様に議席を獲得できなかった令和新選組の山本太郎代表は選挙結果から言えば敗北。一方でボランティアの方々が中心的役割を担ったなどと述べた。日本経済新聞社は自社で実施した出口調査から支持政党なしと答えた。 無党派層の投票先が分散したことが自民が伸び悩み、都民府が持ちこたえる要素になったと分析した。富士テレビ解説委員の平井文夫は、今回の都議選は事前調査に基づくメディアの予測と結果が逆に出るアンダードッグ効果だったとの見方を示した。党開票翌日の5日、都民ファーストの会から立候補して当選した木下富子議員が、 選挙期間中の2日に無免許の状態で車を運転して事故を起こしていたことが報道されたため、同日にファーストの会は木下を除名処分にした。2021年のテレビ特別番組一覧2021年東京都議会議員選挙を参照2021年のラジオ2021年東京都議会議員選挙を参照 ABC 元ドミンファーストの会、ABCDE 東京都議会においては、一人会派の結成自体は認めており、会派としての質問、討論時間の設定や政務調査費交付、会派控室の割り当ては行われているものの、都議会における会派は、議会内に結成された議員の同志的集合体を、言うとされていることから、議員の集合体ではない。 一人会派については2001年12月より会派名称の使用を認めず一律に無所属と称することが決められた。ただし公式サイトでは会派名無所属の後ろに括弧書きで所属議員が名乗っている団体会派名を表記している。引用エラー中という名前のグループのレフタグがありますが対応するレファレンスグループイコール中タグが見つかりません。 ありがとうございます。